こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2018年12月20日、海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制レーダーを照射した事件がマスコミを大いに騒がせました。一般の国民の間にもいろいろな取り沙汰をする人が増え、結果として韓国に対する目が厳しくなった一因と考えられています。これに関しては、日本の排他的水域中で韓国の駆逐艦と救難艇を発見したため写真撮影をしていたら、駆逐艦からレーダー照射を受けたという日本側の主張と、北朝鮮の遭難船の救助作業中の駆逐艦に日本側が異常接近した、我々はレーダー照射はしていないという韓国側の主張とが大幅に食い違ったままです。この時韓国から照射を受けた航空機こそが最新鋭の P-1 哨戒機でした。 P-1 哨戒機は対潜水艦探知に優れており、いわば日本の新しい目とも呼ばれる機体です。この機体は2013年から海上自衛隊に配備が始まりました。 P-1 哨戒機はそれ以前のアメリカロッキード社製の P-3C 哨戒機の機とされ、純国産機として配備されました。P-1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業2社が担当し、川崎重工業は製造を担当しています。2019年時点で、すでに22機が配備されました。最終的には合計70機を配備する予定となっています。この哨戒機の調達価格は、初年度2008年度の予算では、4機で679億円、1機約170億円ということです。F-35 シリーズ戦闘機などは約120億円ですから、それと比べても、1機あたりの単価が高くなっていることは、一目瞭然ですね。だからこそと言うべきか、性能はぐんとアップしています。最大速度 996km、巡航速度 833km という数字は、F-35 シリーズの約 30% 増と言われますし、航続距離の約 8000km というのは約 20% 増ということですから、機体自身が高性能化したこと合わせて、配備数を減らすことも可能という推測もされています。とはいえ、これらのデータについては、当然ですが、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密ですから、一般に公開された情報はかなりの部分で、制限されたデータと考えるべきと思われます。改めての説明となりますが、哨戒機というのは自国領内へ近づく敵を早期に発見するために、上空から監視や警戒任務を行う航空機のことです。敵の潜水艦や艦船を対象として広範囲に及ぶ索敵を主な目的として行動する一方、海難事故などの捜索や救難、あるいは物資の輸送も可能な機能も備えた機体です。P-1 についてはそれだけではありません。この機体は特に潜水艦に対する高い探知機能が備わっているのです。海上自衛隊の通常動力型最新鋭潜水艦双竜型は敵に発見されにくいということで、世界的にも脅威とされているようですが、
B1 はこの双竜をも探知できると考えられているのです。この探知能力は通常動力型の潜水艦だけなく原子力潜水艦さえも捕捉可能と言われ、同盟国であるアメリカはもちろん、ロシア潜水艦の行動までも掴んでいると考えられているのです。こういう点を考えると、日本の海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを、潜水艦隊と共に証明した存在と言えるのではないでしょうか。誰でも一度は聞いたことがある矛盾という言葉は、中国の古典に由来します。それは、どんなものをも貫く、矛、矛と、どんなものの攻撃を防ぐ、盾、盾を売ろうとしていた商人に、一人の男が、では、お前の売っている矛で、その盾を突いたら、どうなるのか?と質問したところ、商人は回答できなかったのです。つまり、相反する武器は両立しないという理論なのでした。これを海上自衛隊に置き換えると、双竜潜水艦が矛であり、B1 哨戒機が盾ということになるのかもしれません。この二つの性能は同時に両立し得ないということでしょう。B1 哨戒機を盾に例えましたが、実際には、魚雷や空対艦ミサイルとの攻撃用兵器をこの機体に実装することも運用上では可能と考えられます。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や魚雷を設置し、主翼の下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを喧嘩吊り下げる、できる機構が備わっているからです。通常の任務以外、万一有事の際に、このような兵装が可能である、有用性を備えているということは、狭い国国土の割合に広い領海を抱える日本の海上自衛隊としては、無視できない部分でしょう。しかし、前述の韓国海軍駆逐艦との対峙において、B1 哨戒機が果たして有利だったのかと問われた場合、あくまでも否と言わざるを得ないのです。というのは、当該機体が武器対艦船用誘導弾を装備していなかったというだけではなく、仮定として実装していて、それを用いて応戦としても変わりはなかったと考えられます。理由は、近代的な駆逐艦には遠距離対応の艦対空ミサイルや中距離艦砲、近距離用の機関砲などの多くの防御用兵装が装備されているからです。万が一にも武力衝突という場面になったら、駆逐艦の方が絶対的に優勢です。B1 哨戒機には量産化された機体としては、世界初の光ファイバーを使用して操縦信号を送る飛行制御システムが採用されていますが、機体に搭載された各種の電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現させるための機能ということです。この機体に搭載されるジェットエンジンは IHI 社が製作した F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装する方法となっています。静粛性や高いパワーが期待され、しかも燃費の良さも兼ね備えているそうです。航続距離は、なんと約 8000km とも言われていますが、それを実現させる原動力がこのエンジンなのです。従来の P3C 哨戒機は最大で約100機程度を配備していましたが、P1 の高性能さ、航続距離、連続稼働時間の延長が、
効率性向上につながり、今までより少ない機体数でも従来と同様の哨戒能力が確保できると考えられています。優れた P1 哨戒機、さすがに一度での全ての数を調達というのは予算的にも非常に厳しいのですが、現時点でも22機が配備されてしますし、少しずつにではありますが、70機ぐらいを目安として配備が進められているようです。P1 哨戒機は現在 P3C 哨戒機を配備している青森の八戸基地や鹿児島の鹿屋基地、沖縄の那覇基地、千葉の下総基地に順番で配備されていく予定となっているそうです。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。そう、流型潜水艦12隻がほぼ完成した中、太平洋型潜水艦が進水式を迎えたことは令和2年のことだ。はじめこそ、太平洋という言葉に違和感があったが、今では、双流型と並んで呼び慣れてきた。不思議なものですね。では、
今回タイゲイ潜水艦の魚雷について見ていきます。発射管についても見ていきますね。日本は通常動力型潜水艦ではトップクラス、米国は原子力潜水艦でトップクラスでは、日本領海内は世界最強なのかな。2020年10月に、命名式と進水式を無事に終えた海上自衛隊の新型潜水艦、タイゲイは、前級の、総、竜型11番艦、東竜、12番艦、王竜をさらに正常進化させた艦艇だ。今回の命名によって、タイゲイ型と呼ばれることになった、この1番艦は、推進方式に、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーとモーターを、組み合わせた通常動力型潜水艦である。タイゲイの推進方式は、前級の、総竜型、東竜以後と、同じではあるが、前者が、元は、スターリング機関と鉛製のバッテリーを、搭載していたことに比して当初から、専用設計された点が異なる。このため、さらに、総、竜型、東竜などよりも長い連続潜航時間、行動範囲を獲得し、かつ場所を必要としたスターリング機関を、廃止したことで、艦内のスペース効率も向上したとみられる。このことは、タイゲイから導入された乗組員のジェンダーフリー対策にも寄与しており、狭い潜水艦内にもかかわらず、女性用の休息スペースを、区画を分けて設けることも可能とした。タイゲイは、基準排水量が約3000トンで、全長が 84.0 メートル、最大幅が 9.1 メートルとなっており、水中での排水量は未公表だが、4250トンから4300トン程度ではないかと推測されている。潜水艦の目であり、耳であるソナーも、新型の ZQQ-8 統合式が搭載され、これにより、従来型よりも、目標の探知精度、能力のさらなる向上が、図られており、ここで得られた情報を兵装とも連携する。タイゲイは、こちらも、従来型と同様に、艦首部分に6門の 533mm。魚雷発射管を装備しており、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、また、対艦ミサイルのハープーンを運用することが可能となっている。ただし、新型の18式超魚雷はおよそ94億円と言われる開発費を投じて、2022年2月までの間に配備が進められていく予定であり、タイゲイの収益状況によって、これには多少のズレも生じるかもしれない。タイゲイは2021年度の概算の予算の中で5番艦までの建造費用が要求されているが、2020年11月の現時点では最終的に何隻が建造されるのかは正式に公表はされていない。ただ、前級である、総、竜型が11隻収益中、1隻偽装中、前々級親潮型が9隻収益中、2隻が練習艦であることから、親潮型との代替を勘案し、合計8隻は建造されるとの見方が、有力視されている。2018年12月に発表された防衛大綱では、潜水艦の22隻体制の構築が、記されていたが、
このままで推移すれば、双竜型12隻、親潮型9隻に太平を加えれば、一応、この体制が整うことになる。このため、太平型が8隻まで建造される場合には、親潮型が2隻を、残してすべて代替されるか、もしくは収益する潜水艦を増加させる方向に、進む可能性もあると考えられる。現在の仮想敵国である中国海軍の増強のスピードを見れば、海上自衛隊の潜水艦22隻体制が強化されることも十分予期されるが、その場合には、現状でも苦慮している要員確保が大きな問題となるだろう。太平は約70名の乗組員が必要とされているが、前級の双竜型は約65名であり、通常動力型潜水艦として大型とはいえ、省力化という点では課題を抱えていることも事実と言えよう。さて、日本では太平の進水によって潜水艦隊のさらなる強化への期待が高まっているが、仮想敵国としての中国の見方がどのようなものか、一例を挙げてみていこう。中国メディアの中国軍網は、2020年10月21日に太平について言及し、従来型の双竜型から向上した約2週間以上に及ぶ連続航行期間を指して警戒を要するとの見解を示した。ことに、太平は水中での静粛性が増加していることから、これを探知、発見し追尾することは難しいと評し、日本での下馬評と、そう異なることのない指摘を行っている。また、2020年10月17日の今日頭上という中国メディアは、前日の中国軍網とほぼ同様な見方を示しつつも、太平はあくまで通常動力型潜水艦としては優秀だとし、原子力潜水艦の優位を主張している。中国は新型の原子力潜水艦を保有しているのだから、日本の太平がいかに通常動力型潜水艦として優れていようとも、これを上回ることはないとの結論を下したい件だ。確かに燃料補給がほぼ不要であり、水中移動時も高速度を実現可能な原子力潜水艦は脅威だが、対潜哨戒能力ではまだまだ日米に劣ると言われている中国には、このままの状態でいてほしいものだ。日本が原子力潜水艦を保有できないことには間違いがないので、同じ土俵で争わなくてよいように、できるだけ中国にはこうした今日頭上の意見を貫いてくれる方が後押しやすいと感じられる。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。オーストラリア潜水艦問題難航。日本人をもっと理解できていれば、今頃高性能な潜水艦が。しかし日本にとっては良かったのかもしれない。胸をなで下ろす関係者は多く、他国への機密漏洩につながる。世界でも現在トップクラス、原子力潜水艦にも引けを取らない。その潜水艦にオーストラリアは今日も悔やんでいる。戦後日本の海上自衛隊の主力といえる艦艇が何かと問われれば、間違いなくその座を担うのは潜水艦を抜きにしては考えられないと思われる。異例の防衛大臣の声明により、すでに15年以上も前から南シナ海における作戦行動を行ってきたことが報じられた。日本の潜水艦、現在は双竜型が最新の艦級である。双竜型潜水艦は1番艦の双竜から始まり、最終の12番艦となった東竜が2019年11月に進水を迎え、都合12隻が建造された。中でも11番艦の双竜からはバッテリーである蓄電池を鉛を用いた形式からリチウムイオン電池へと変更したことで、中身はそれまでと別物ということができる。双竜以前の双竜型10隻は通常動力型の潜水艦として、ディーゼル機関、スターリング機関、鉛、蓄電池の3種類の駆動機関を搭載した潜水艦であった。これに比べアメリカ海軍などは潜水艦の動力源は原子力機関のみとしており、現在の潜水艦の性能の中で最も重要視される水中での連続航行に最も適した形式に特化している。潜水艦の動力源として現時点では最適と考えられる原子力ではあるが、日本をはじめとしオーストラリアなど環境面への配慮からこれを採用できない国も存在する。また政治的に原子力機関の搭載が問題視されない場合でも、原子力機関に対して技術的費用的に安価な通常動力型潜水艦を採用せざるを得ないケースも少なからずあるようだ。日本は政治的に原子力の軍事利用が難しいことから、通常動力型の技術を高めざるを得ない方向に動いてきたわけだが、双竜はその制約下での進化の先端に位置する。双竜はこれまでのディーゼル機関、スターリング機関、鉛、蓄電池という駆動機関からスターリング機関を外し残るディーゼル機関とリチウムイオン電池に切り替えた。非待機依存型の推進機関として大きさの割に出力が低いスターリング機関は水中での航行に向けた対策だったが、これを高効率のリチウムイオン電池で代替することに成功したのだ。これまでもリチウムイオン電池が従来型の鉛蓄電池よりも優れていることは明白だったが、発火しやすいという欠点を抱えており、その実用化がなされたことが画期的な点だと言える。当然、
海上自衛隊の最高の軍事機密である潜水艦の性能について詳細な公表は望むべくもないが、少なくともリチウムイオン電池の採用で航行距離時間は倍増したと考えられる。このため世界的にも王竜は注目を集め、前述のように旧式の黒潮型潜水艦ですら南シナ海での作戦行動が可能なことと合わせて日本の技術力の高さを知らしめた。そもそも現代の潜水艦とは敵に探知されないことが大前提であり、黒潮型の活動すら把握できていなかった中国海軍に対し高いアドバンテージを有すると評価されたのだ。このため王竜の登場はオーストラリア海軍の次期新型潜水艦のコンペでフランスに敗北した日本が再び受注に向けたリベンジもあり得るのではないかとの声も上がった。さすがにこのオーストラリアの次期潜水艦については今さら日本への発注に決定が覆る可能性は低く、リチウムイオン電池の搭載という新機軸がもたらした噂の息を出ないものだろう。建造の難航が伝えられていたフランスの新型潜水艦も2019年7月にようやく竣工し、この原子力潜水艦の後にオーストラリア用の通常動力型の建造へのめどが立ってきた模様だ。ただ、日本案への回帰が話題に上るほど、フランスのこの計画は遅延しており、予定の2022年に本当にオーストラリアでの建造に入れるのかは未定なままである。何よりフランス本国では原子力潜水艦として建造されている同ワラクーダ級を通常動力に変更した機関部を搭載するという変更点に疑問を投げかける向きも多い。なぜならば原子力潜水艦しか運用していないアメリカでも今や通常動力型潜水艦の建造は困難であり、台湾への斡旋すらままならなかった状況があるからだ。ちなみにフランスのワラクーダ級潜水艦は全長99メートル、直径が 8.8 メートル、排水量が基準で4700トン、水中で5300トンの大きさとなっている。日本の王竜は全長84メートル、直径が 9.1 メートル、排水量が基準で2950トン、水中で4200トンであり、ワラクーダ級が通常動力型になった場合、その大きさが際立つ。果たして計画通りに12隻のこの潜水艦がオーストラリアで無事建造されるのかは、今後の続報を待つしかなさそうだが、その大きさの割に兵装が少ないことはすでに指摘されている。ただこの欠点も原子力潜水艦という前提条件からであり、問題はやはり半世紀にわたって通常動力型を建造していないフランスが無事それを提供できるにかかっていると思われる。